オートピア栗橋・クリハシは埼玉県都市協定組合が埼玉県区市に設置している協定場外発売場である2010年2月25日オープン。管理志向者が携わっている戸田協定場の全レース、気流協定場の全レースをはじめとして主に関東地区で行われる競争、さらに全国の SGEGI 競争。 ナイター競争など4場48競争の勝ち船投票券を年間最大340日発売する。発売締め切りは本場の2府前である。関東地区総合払い戻しサービスの対象施設。国道4号に隣接し、自家用車で船券を買いに来るファンを想定して1116台を収容できる駐車場を設置している。一般席は1階。 2回とも143インチの高精細プラズマディスプレイ2台とボートピアオカベと同様に立体音響装置を備えている。特に戸田協定上のレースについては本場の場内映像と同様のハイビジョン映像による中継を行う。友達同士やカップルでも楽しめるペアシートの指定席は2階にある。料金は2000円。発売窓口は全て自動初払い兼用機で。 一般席に32台、指定席に8台を設置している。2012年9月22日のリニューアルで在籍投票システムを導入したロイヤルルーム国運を新設。全24席で料金は3000円。ボートピアクリハシ独自では競争結果等のテレホンサービスを行っていない。発売した競争の結果を確認するには、 各協定上のテレフォンサービスで確認する。戸田協定企業団は、栗橋での場外発売を行わないため、戸田協定企業団主催分についても、栗橋での場外発売は、埼玉県都市協定組合が行う。ありがとうございます。